ハニュー・ユズルの人気ナンバーワン衣装は等身大フィギュアが15日から公開選ばれたナンバーワン衣装はリアルな等身大フィギュアに会えるアトラクション施設、マダム達装東京を運営するマーリンエンターテインメンツジャパンは、フィギュアスケート男子で五輪2連覇のハニュー・ユズル27、ANA とコラボレーションし、 等身大フィギュアのリニューアル衣装を一般投票により決定する総選挙を実施した。2015年にファンの要望を受け、羽生の等身大フィギュアを初めて制作。当時は14年、ソチ五輪で着用していた衣装を再現していたものの、同社社員らのリニューアルしたものを紹介したいとの思いから、昨年にファン投票を実施した。投票数は非公表だが、 多数の票数が集まった結果、オリジン、紫の衣装がトップに輝いた。今回の衣装をデザインした伊藤さとみさんは、オリジンは私の中でのベストオブコスチュームに君臨していますと振り返った上で、軽さを追求しなければならず、工夫をして 580g に収めています。 こだわった衣装をぜひ間近でご覧いただけましたら幸いですとコメントを寄せた新フィギュアは15日から公開予定。同社担当者によると遠方から来てくださる方もいるのでと長期間にわたって展示予定で反響次第では伊藤さんにお願いして違う衣装を作っていただくこともあるかもしれないし、 またファン投票をお願いすることもあるかもしれないと新たな計画を立てる可能性もあるという多方面に影響力をもたらす存在感はやはり別格のようだ羽生結弦プロフィール1994年12月7日宮城県仙台市生まれ全日本空輸 ANA 所属幼少期よりスケートを始める 2010年世界ジュニア選手権男子シングルで優勝13から16年の GP ファイナルで4連覇14年ソチ五輪18年ピョンチャン五輪で連続金メダル獲得の偉業を達成18年個人最年少での国民栄誉賞を受賞